みなさんこんにちは懐かし宝賀名作シアターへようこそコメンテーターの緑亀です先日発表された2023年度のブルーリボン賞で吉永さゆりさんがこんにちは母さんで主演女優賞を受賞されましたこれでさゆりさんは昭和、平成、令和の三代にわたって主演女優賞を獲得するという 史上初の快挙を成し遂げられました。改めておめでとうございます。最初に受賞されたのは1962年のキューポラのある街でした。というわけで、今回はこの昭和の名作を取り上げてみたいと思います。キューポラのある街はさゆりさん17歳の時の作品です。これ以前にもすでに 20本以上の作品に小役として出演されていましたが、この作品が実質的な主役デビュー作と言われています。この映画の大成功により、サユリストと呼ばれる熱狂的なファンが激増しました。吉永小百合、相手役の浜田光夫コンビの青春・純愛映画は日活の新たなドル箱路線になりました。 監督は浦山桐五55歳で亡くなるまで10本の監督作を残した浦山監督のデビュー作にして代表作ですね。その年のキネマ旬報ベスト10では第2位に入っています。脚本は浦山監督と先輩にあたる今村昌平が共同で書いています。浦山監督とさゆりさんはその後 青春の門と夢千代日記でも組んでいます。原作は、早船千代が1959年から翌年にかけて1年間、雑誌母と子に連載した児童文学です。舞台は埼玉県川口市。1962年当時、東京は 世界初の1000万人都市になったのですが、荒川の鉄橋を渡った向かい側、川口は全く別な世界でした。キューポラというのは、鋳物工場の独特な形をした溶解炉のことです。鋳物とは、高熱で溶かした金属を砂などで作った型に流して作る金属製品です。 当時、川口には、中小から零細まで、たくさんの鋳物工場がありました。キューポラは、今でも川口市のシンボルになっています。この町の中学3年生の少女、ジュンを中心に、家族、友達、町の人々との交流、葛藤や希望を描いた作品です。非常に厳しい問題が扱われていますが、 社会派と決張らずに、とても誠実で前向きな若々しいタッチの作風なので、爽やかな感動を呼びます。2年後には、戦後日本の復興の象徴である大きなイベント、東京オリンピック開催が控えているという高度経済成長が始まった時代です。また、そういう時代だからこそ、戦争を体験した 親たちの世代と戦争を知らない子供たち世代との価値観、考え方の違いがあったと思います。1960年代半ばから日本は一億総中流時代になるわけですが、この映画を見ていると普通の家、貧乏な家、ものすごく貧乏な家の三層下だったように見えます。吉永小百合演じる純は、 明るく元気で、スポーツも得意、学校の成績も良い女の子です。浦和にある名門県立高校への進学を志望しています。順には二人の弟がいます。母親の富はもう一人赤ちゃんを出産する。しかし、父親達五郎は勤めていた工場が大手企業に買収されたのをきっかけに解雇されてしまう。 ももとと貧しい6人家族はさらに生活が苦しくなってしまいますそんな辰五郎を見かねて隣の家に住む元同僚の克実が組合に掛け合って退職金や保証金を都合してくれるのですがこのお父さん悪いが俺はその組合ってのが綺麗なんだ一発の職人が赤の世話になっちゃ世間の笑い者だ と言ってて行為を拒否してしまいまいす。す。昔の頑固な職人で純は生活費や入学に必要な学費を稼ぐため、旧友、よしえが働いているパチンコ店でアルバイトを始めます。母は内職を辞め、パートを始める。どこかの店番だという。 弟、高行は、伝書バトを飼育して売りさばこうとしますが、せっかく帰ったヒナを猫に食べられてしまったり、うまくいきません。よしえと、高行の親友、三吉の兄弟は在日朝鮮人です。学芸会で三吉がルナール作、人参の主人公を演じたとき、ある生徒から、おい、朝鮮人参 とからからわれる今の感覚なら差別用語だと思います。当時日本人も貧乏でしたが在日朝鮮人はもっとひどい境遇で差別も受けていたんですね。純の家は貧乏な長屋ですがよしえ三吉の家はさらにひどいバラック小屋みたいなところです。 この朝鮮に関するエピソードは、ドラマの大きなキーになっています。修学旅行を控えている中学のクラス。ンの家庭事情が苦しいことを知った担任の教師は、教育委員会が貧困生徒のために旅行費用を助成していることを教え、ンにお金を渡してくれる。担任の野田先生を演じるのは加藤武。 若いです。加藤史といったら近大一康介シリーズで「よーし分かった犯人は誰々だ!」ととんちんンな推理をする名物警部が当たり役ですがこの映画の野田先生は本当にいい先生です。就労時間以外ででも生徒を心配してて家まで来てくれる。優しいだけではなく時には厳しく叱りつけることもあります。 辰五郎は、純のクラスメイトの父親の紹介で、新たな鋳物工場の職を得るのですが、そこはオートメーション化された近代的な工場で、父のような勘と経験が自慢の古い職人の居場所がなく、すぐに辞めてしまう。そして、泣けなしの金も、酒代とオートレースに継ぎ込んでしまう。 中学出たら今の工場で働くんだ。ダボハゼの子はダボハゼだ。まあ、古い世代を象徴するキャラクターなのですが、私、このお父さん、決して嫌いではないです。結局、修学旅行には行かなかったジュン。ふらふらと夜の街をうろついて、母親が飲み屋で働いていて、酔っ払い客とイチャイチャしているのを見て、ショックを受ける。 ちょっと不良の子、リスちゃんと再会してバーに誘われ、初めて酒を飲む。その後、不良少年たちに乱暴されそうになる。学校に来なくなったンを心配した野田先生は、受験勉強だけが勉強ではない。これからの人生、目の前で起こることに対して、理解を積み重ねて、 自分の意見を持てるようにするために、人は勉強が必要なんだ、と諭します。純が書いた国語の作文。もともと弱い人間だから貧乏に落ち込んでしまうのかそれとも貧乏だから弱い人間になってしまうのか私にはわからない。よしえ、三吉の一家は、 在日朝鮮人の帰還事業に応じて北朝鮮に帰ることになります。映画のセリフでは、ヨシエちゃん、お父さんの国に帰れてよかったね、とありますが、ここは非常に気になります。日本で低所得、差別の生活を強いられていた在日朝鮮人の人々。この当時、北朝鮮は貧富の差がない、 天国のような国、祖国の再建のために頑張ろうという文句を信じて海を渡った人々は10万人くらいいたそうですが、彼らを待ち受けていたのは地獄のような生活だったそうです。吉江や三騎士のその後の人生を想像すると胸が痛くなってしまいます。しかしながら、この映画が制作された当時は、 そんなことは知り惜しもなかったわけなので、この描き方は致し方ないのだろうなと思います。やがて社会科の見学で大手電気メーカーの工場を訪れた時、ジュンは働きながら定時制高校に通い、コーラスなどの部活動を楽しむ女性行員の姿を見て憧れを抱きます。 そして就職して定時制高校で学ぶ決心をします。私、自分を試してみたいの。私はダボハゼじゃない。その後、達五郎は突然元の職場への復帰が決まります。母が恋しくて途中で戻ってきてしまった三吉も次の船で北朝鮮へ帰ることになります。 当時は川口から一旦上野へ出て、それから専用列車で川口、大宮を通り、上越線で山を越え、新潟へ出て、船で北朝鮮へ帰ったんですね。ラストは、三吉が乗った列車を川口立橋から見送った淳と高行が元気よく立橋を駆け降りていく場面で終わります。 1960年代、大きく飛躍していく日本の未来を託された若い世代への希望。自立する女性を描いたウーマンパワー映画の先駆け。そして、貧しさや困難にめげず、前向きに生きる純を演じた吉永さゆりさんのフレッシュな魅力。今日は昭和の名作、キューポラのある街でした。 はい。良い映画を見て、豊かな人生にしましょう。では、またお会いしましょう。さようなら。